皆さんこんにちは、ご当地ヒーロー早々新規ディネードの松村です。残念ながら今回はディネードのキャラクターたちがみんな出動中ということで、代わりに私が南相馬市小高区からお伝えしたいと思います。ここは毎度おなじみカフェ青須橋の店内ですが、何やら皆さん美味しそうなものを食べていらっしゃいますよね。一体何を食べていらっしゃるのか、お忙しそうなオーナーのモリリンにお話を聞いてみました。モリリン。今小高はちょっとあまり飲食店が多くなくって、普段毎日食べるような栄養のある食事をなんか提供できる場所を作りたいなと思ってます。この美味しそうな具材の数々、地域の幅広い世代での交流も目的に開催されているそうですよ。せっかくなのでお食事された方にお話を伺ってみました。自分子供がいるんですけど、同じような年齢の子供がいる、親さんとか、方とお話しする機会ってあんまりなくて、同じ町に住む人として距離が縮まる機会だったので、とてもなんかいい機会に来れたなというふうに思います。続いて食事と会話を楽しんでいらっしゃった南相馬市の門馬和夫市長にもお話を伺ってみました。この小高というのを愛している人たちが多いんですよね。その人だと若い人がこんな形で一緒にね、こう顔を合わせていい交流の場だと思います。素晴らしいと思います。最後にこの会の立役者、このおでんを作ってくださった関場晴美さんにもお話聞いてまいりました。みんなでこう作り上げて完売できたっていうのはすごく嬉しいことです。気軽に来てなんか食べていけるような機会を作っていきたいな、そういうのに私としてはつなげていけたらなって思います。温かい食事を通してたくさんの人々がつながりを育んでいる、皆さんもぜひ食べに来てみてくださいね。以上、南相馬市から県民リポーターの早々新規ディネード松村がお届けいたしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。